それでは本日の第10試合、えー、ライズ K1 対抗戦に出場しました、えー、金子明彦、えー、選手のインタビューとなります。おめでとうございます。およろしく。幸せでの感想をお願いします。まああのー、ね本音で言うと倒したかったですけど、まあただしっかり分かりやすい形で、うんただどっちが勝ったとかじゃなくてしっかり明確に勝てたっていうのは一つあのー、僕の人生にとっても大きいことかなと思っています。はい。 前回の、あのー、初戦が、あのー、2対0という形でちょっと僅差だったで、今回は明確に本当に2回ダウンを取って勝てたっていうのは、やっぱりご自身の中では大きいところです、まあ、そうしないとリベンジしたってはならないと思うんで、まあ、最低ダウン1個っていうのは絶対俺の中であったんで、明確に完封とかじゃなくて、それがまあ、うんまあ、やっぱ倒しちゃうっていうのは本音ですね。うんあのー、鈴木選手 そのザマッチの時に戦ったときと、今回戦ったとき、どういう,なんかこう違いとか、何か感じましたかまあ対策はしてきてるんだろうなっていうのと、あのやっぱり左に対しての対策はしてたなっていうのは思いましたね。はい、金子選手としては、今回、どういう作戦とかっていうのは、なんかありましたかああの右打ってなかったんで、右打ったみたいな、そんな感じです。 結構もうあの1回目のダウンの時もショートでフックで効かせてましたけどあれは結構狙ってたというかその流れの中だとは思いますけど、うんまあ、流れが来てたって感じですかね分かりました、ありがとうございますで、えー、と今回も対抗戦先ほど試合終わって一応 K1 のえっが3勝という形で終わることができましたこの結果に関してはどういう感想をお持ちでしょうか。 そこははい、はい、まあそこも含め、まあ、自ご自身も勝てたんでかなりそこは満足してる、まあ、そうですねはいわかりましたありがとうございます他何かございますかでしょうか質問はいお疲れ様でした内田の橋本ですその,その出した右がめちゃくちゃ強かったしめちゃくちゃ当たったんですけどその辺っていうのはどういう理屈だったっていうのはありますか うんまあ僕のあれは多分34発ぐらい出したじゃないですかだから1発目はこれはもうあのザ・マッチの,あの受けたファンの分で2発目は僕の周りのまあスポンサーだったりの分で3発目は俺の怒りの分みたいなそんな感じです ここまでの連勝とそれから実力アップっていうのもやっぱりざまっちゃってこそみたいな感じが大きいですか。まあその本当に負けずに来れたらいいんですけど、まあそういう感じだったんで、まあそれで来れたのは良かったですかね。はい、いはい。ありがとうございます。うはい、おはようございます。すみません、ヤフーニュースの藤村と申します。 あの今のお話の感じだとあの対抗戦というのはそこまで意識されていないのかなというふうにあの聞こえたんですけども対抗戦についてはどういうふうにお考えですかけどやっぱ僕はチャンピオンなんで,でやっぱ僕がやっぱずっと言ってきたことなんで、まあ、そっちはでかったですかね。はいあ、はいあのー、最後 金子選手の次の試合で、まあ、一応、現段階では K‐1 側が勝利ということであの、まあ、トータル3勝2敗で K‐1 がこの5試合でリードしているんですけどそれについてはどうですかきど,どう,いうことですかあの今日5試合対抗戦やったので、はい、3勝2敗で今、K‐1 側がリードしているんですけど、はいいいんじゃないですかすごい喜ばしいことですよね。 金子選手の勝利が非常にそこで効いてたと思うんですけど。あ、まあそ,うまあ、そうですね。やっぱけど本当まああの僕を信じてくれた人たちの力なんで、それが乗りました。はい、ありました。ありがとうございまし、はい、ありがとうございます。他ございますか。ヘッドラインの本石です。よろしくお願いします。おめでとうございました。えっとここでえっと負けてから一年九ヶ月は長かったですか。 うーん長いって感覚はないですかね、短いって感覚もないですねち、ちょうどいいんじゃないですか、ちょうど,ょょうどいい、<laughs> ちょうどいい塩梅じゃないですか、あ、はい、じゃあ普通に時間は流れてたってことですね、まあ、普通の時間が流れてたっすね、はい、ただまあ、うん、試練が多かったんで、僕は、そこを乗り越えれたのは、やっぱ本当、周りのおかげだなっ,っていうのは試練をああのー、試練を通るために思いますね、周りの力っていう。はい あの今回でいわゆる報復っていうテーマが終わったと思うんですけど、はい、まあ終わったばっかりまであれなんですけど、新たなテーマというのは自分の中でありますか。まあそれは僕のやっぱ今後言葉じゃなくて僕の行動を見てくれればいいですね。いすはい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すみません、ちょっと今の質問とあの被るところもあるんですけど、この一大目標をクリアして。 ちょっと燃え尽きじゃないですけどあの気が抜けるじゃないですけどちょっと休みたいとか目標が見当たらないみたいなことにはなな僕はあの攻めでいくんで,でもまたこれでなんか燃え尽きてまたコロっと負けたらまた同じようなことになっちゃうんでやっぱこ,ういうこの失敗も成功も忘れずに、うん、両方忘れずに経験としてやっていければいいかなと思います。はい、ありがとうございます。はい はい、では最後に今日応援してくれたファンの皆様にメッセージいいいただければと思まますお願いしますあの <coughs> 応援してくれたファンの皆さん、えー、見て試合を見てくれたファンの皆さん、僕だけじゃなくて、僕の周りの、えー、力とかもあの本当に見せれたと思うんで、まあ、僕はあ今後もそこを忘れずにやっていこうと思うんで、あの本当に応援が力になるんで、皆さん、また引き続き応援お願いします。 ありがとうございます。それでは以上で金子昭弘選手のインタビュー終了となります。ありがとうございました。